どうもあゆたろうチャンネルのあゆたろうでございまーす。こんにちは。ボナールチャンネルのマサです。いやでーす。お願いしまーす。ボナボナ。よっしゃー。で本日2回目のはいはい。ありがとうございます。ありがとうございます。前回野球、まあ多分今映像流れてるんですけど、野球ソフトテニス対野球のバトルをして、はい、まあ見事に負けてしまったんですけど、いかついの歌。これはやった。でも今回リベンジしたくて。わ。いいっすよ。何やろうかな、何を勝てるかなと思ったら、まあ、今度はさっきこの間は、まあ、打つ方だったんですけど、今度はキャッチしてもらおうかなと思って。キャッチの方が得意っすよ。キャッチャーはもう本当に1球目が悪いっすよ。本当っすか？この間もそんなこと言ってたこの間結局柔軟だった僕がバンバンも打ち込むんで、今回スマッシュのような球を。なるほど。まあ、それをね、頑張って取ってもらおうじゃないかと。だから取れるまで帰れませんみたいな。ああ、大丈夫ですか？フォワードは30秒ぐらい全然いいっすよ。全然いいっすよ。取れた時点でもエンディングですから。わかりました。ということで、じゃあ行きましょう。行きましょう。レッツゴー、あゆたろうチャンネル。じゃあ、呼吸ずつね。はい。どうしたどうした。やべえ。惜しい。あと1メートル。これまたいじめだな。これいじめな気がしてきた、なんか。もう5球で終わってやるからな。やばい。なんか言ってんぞ。あ、いけそう。うわっ。あ、うまいんだよな。あ、うまいんだよな。おお。終わり。取ったよ。おお。終わり。取ったよ。わあ。やばいなの。身を削って取ったよ。わあ。やばいなの。身を削って取ったよ。あゆたろうチャンネル。お疲れ様でした。お疲れ様です。いや、やっぱ2人とも反応めちゃくちゃいいですね。なんとか取れました。なんとかね。でもいや、すごいっすよ。やっぱゆうやのが得意だけど、守備俺のことだから、お互いいいとこ見せられる。いいっすね。いかに横で取るかだけ考えてたから、早い怖いよっつって。こうなったら終わりだからね。こうやって取りたいっつって。こっち無視みたいな。こっちはもう無理だ。いや、すげえよ。さすがですね。やっぱ楽しかったです。楽しかったです。野球に人生を捧げて捧げましたね。十数年間ってことで、またコラボお願いしたいんですが、よろしいですか？いや、こちらこそよろしくお願いします。
プロレベルまで引き上げてください。またね、そのソフトテニス VS 野球っていうのをどんどんいろんな形でね、ちょっとやっていきたいと思ってるんで、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。楽しかったです。楽しかったです。楽しかったです。ということで、あの概要欄にボナールチャンネルさんのリンク貼っておきますので、皆さんぜひよろしくお願いします。あゆ太郎も出てますので、お願いします。ってことで、この動画がいいねと思う方はグッドボタンお願いします。この動画がそんなに良くないなって思う方もグッドボタンお願いします。ってことで、次回の動画でまたお会いしましょう。バイナー。こんなん。